これが俺のマイクチェック。4レゲ DJ レゲシンガー、どんな感じだお客さん、 Yeah 戦ったみたいなラップは聞き飽きた、 Yeah 緩急つけるレゲシンガー、よ俺の変化球はどんなもんじゃ。ケミカルより果断然コミカル、こっちの方がじんわり癖になる、言葉巧みにまるでマジカル、楽しめいわばここカーニバル、まあ DJ よ俺がオリバー、楽しめないなら居残りだ、バイブスの勝負なら負けてねえわ、俺の勝ちはもらった。あフロー逃げたって言って2回目こいつフローでごまかしてるやん、マジで興味ねえ、俺はマジでやる気だぜ。あ昨日もおかやまで俺はライブぶちかまして、出ずにここに聞いてこうやってバッ蹴ってたよ。あやり方とかわからないなら俺に聞けばいいよ、俺が軽やかに教えてやるよ。いや俺の言葉全部吐く代弁者、見てみろ次世代のアマフィエガー、フェイヤーとか言ってるけどそのフェイバーなら俺に聞こえてないから、お前が俺にプロで負けるからやらなくなっただけの言い訳、眠い睡眠欲求クリキントンク、こいつグリフィンドールみたいに俺がかっさらう、このラップのサンス、yeah、お前は笑ってるけど若手中で息が出るだけ、yeah、お前は一生この愛媛の地方から出れない、あれ俺は広島地アンダー20で背負う次世代、yeah、本も漫画も読む、お前は漫画しか読んでなさそうな学のなさ、イエー頭の中から来た言うぜマーファッカーよ、はイエーボルテージ、俺止まらねえ、もう一回地獄には帰れねえ、イエー俺フォースコーストじゃねえ、文字通り死の国をレペして、いや悪口で地獄に落ちろとか死ねとか言うやつの方が漫画を読んで引きこもってるやろクソが、そんな音楽も分かってない、何をやってるかかかってるってこの言葉で吐いてるだけ、お前はな部屋に引きこもってその悪口を言うだけ、俺は優勝するためにここに立ってる分かってる、お前その音楽じゃ死んどるで、お前親が悲しんどるで、タカタカマザファカ朝からラップガリまた仲間とダラダラ、オー俺チェダーオタル、まるで俺をなればそうだ、トムジェリーみたく必死今もそうだ、うん仲間たちと EP 作り上げてそれを出すまでの過程大変じゃないと知ったな、でも変わらない地元、俺は明日には仕事、でもやるしかねえだろ四国愛媛取りに来てるぞ、俺は仕事楽曲を作る仕事、お前の初給料よりも俺の方が多分多いぜよ、それを知ってる、ちょっと食らってる、にやけ面がまたほんま気持ち悪いな、ああ俺も選ぶよ777、人生観全部がスロットだよ、揃える、俺も全部トリプルで7-8マイル、お前のぶっ刺す言葉のナイフ、ありがとうなありがとうな、気づけば明日はどうだ、笑俺が優勝して5万件取ってまたも EP 作成配信だ、こののんちゃん今日ここでもう配信だ、わだ、あ真の像ぶち抜いてのなんぼ、俺はこの銃口をこめかみに当てるぜ、配信だ配信だ、アイ配信だ、あの配信だ、いや死なないぜ俺はリビングデッド、生き残ってるから15年のマイクと重みを知ってる、他のやつらに知らないことを知ってる、だから教えてやるよ、俺が背負ってるもんは俺自身だけじゃねえ、15年やってそれだけ、ははまだまだやれることあるのに、気づいたらもう賞味期限切れてる、いらない枠 MC 終了、はそんなんでできると思ってんすか、ドンサップ俺らのルール、ルーツは音楽だろ、だらビート止まるまではやり続けようか、賞味期限切れオールドルーキーがマイク握ったお前ら沸かせたらそれが最強じゃんか、俺はラッパだから何年経っても握ってんだ、ボケー俺はラッパーだかー、さあお前に教えてやー、俺が最強ハイパーの MC、 OK レッツゴー、終了、ナイスバトル、これ重要ですよ皆さん、 YC の皆さんも今のうちに心を固めてください、流されないように頼むよ、まずはみんな行きます、ベスト4第1試合です。